こんばんは。公演を楽しかった、ありがとうございます。公演見てくれましたか？来てくれたかな？お、ありがとうございます。今日はめちゃくちゃメイクがうまくいった。よいしょ。なのですよ。お疲れ様です、ありがとうございます。今日はね、そうユニットを交換したんですけど、ユニットソロ曲を交換してやったんですけど、どうでしたか？どうだったかな、わかんない。虫のバラードと君は僕だ、もうそう交換しました。ゆうながワルキーと、月と水鏡しました。虫のバラード最高でした。あ、ありがとうございます。劇場で見た。お、本当ありがとう。虫バラよかった。おー、びっくりしました。本当びっくりした。やった、柱で見えませんでした。泣いた、それは泣いた。虫バラ難しかった。でも難しい、歌は全部難しい。お、ゆうたさん、にゃんこありがとうございます。かわいい、にゃんこね。本当にみんないっぱい、もうすごい、もう見渡す限りさ知ってる人だからさ、そうなんかね、本当なんだろう、授業参観みたいな。あやき見たかった。ああ、そう、ついにね変えたんです。そう、ゆうなは、私は3回目なんですけど、3回目だから全然変えなくてよかったんですけど、なんかゆうなはさすがに5回目、5、6回目とかだから、なんかさすがにワルキーとかね、私も見たいし、そうと思って交換しました。また戻ったりするんじゃないですか。そうしたいなと思います。うん、とりあえず今日はそう、私が虫バラと君僕担当でした。交換したのびっくり。そう、結構他のペアとかは何回もやってる子とかはそう変えたりしてて、そう私たちもそろそろ変えるかみたいな。差し入れのマカロンの話面白かった。え、嘘、本当？そう、よかった。そう、それを自己紹介終わりのそういうソロ曲前の MC で言おうとしてて、でも準備ができたからそう言わなかったんだけど、そう、それを最後の方に言えました。お、スイカさんは羊さんかな、わかんない。羊さん、ありがとうございます。スイカさんも今日もいてくれましたね、ありがとうございます。ゆうたさんもすぐわかる。アンコール成功到底見れてよかった。あ、ありがとうございます。成功到底、いや、めっちゃなんかいいよね、あの曲好きです。ポニーテールとシュシュはエモエモですね。やっぱポニッシュとスカヒラの瀬戸りマジでいいなって思う。うん、そしてツイッターにもしたんですけど、カメラマンさんからチョコをいただきました。イエーイ。そう、なんか13周年なんですって、あのカメラを撮り始めてから。そう、それでなんか私たちにもなんかいつもありがとうみたいな感じでチョコくれてね、こちらこそいつもありがとうございますっていう感じなんですけど、はい、もらっちゃいました。やったー、ゴディバだー、嬉しい。そう、ありがとうございます。そう、これからもねよろしくお願いしますという。
イエーイ、こんばんは、こんばんは、イエーイ。ダダ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 ダお見送りビスおめでとうっていうのも、あ、でも分かったよ、分かりました。1ってやってくれてた、熊ってやってくれてたから分かりました。本当にありがとうございます。いい日に公演がある。そう、でも今日がその記念日じゃなくて、こうセリちゃんと仰天とかもらってたから、多分みんなにあげてると思う。あ、出た、また縦になるやつ。一番可愛かったです。あ、ありがとうございます。虫歯の柱で見えなかったから耳に全集中した。お、意外と怖いな。それは大丈夫だったか。でも虫歯の歌ってる時のそのオンデマンを見てて、それをなんかそのキャプチャーみたいな感じで載せてくれてる人っているじゃないですか。そのそれ見たらなんか虫歯の時の映りが良かった気がするそう、あ、なるほどねと思って、うん。お、今日はインスタも投稿したので、ぜひインスタもいいねとコメントしてください。イエーイ。今日の公演良かった。お、ありがとうございます。公演ってリハーサルあるの？ありますよ。あやきーは反則です。いや、あやきーもね、あやきーはもでもあやきーはもっとできる気がするわかんない、今のなんか変な日本語だけど、なんかでもちょっとあやきーはなんか頑張れる気がする。月と水鏡も、今度あにちゃんのうちは作ってきます。あ、本当ですか、ありがとうございます。謎の向上心で草すごい草って言われてる。もうでもね、確かに向上心珍しいかも。えんちゃんの話し会とか行ってみたいけど、来てくださいよ。緊張でも何も喋れなくてもね、いい気がする。私が喋るよ。うん、17日も行きたいよね。17日も公演あるのでぜひ来てください。今週のお話し会、そう、今週のお話し会なんか久々です。はい、楽しみですね、お話し会。今再販やってるのかな、多分。そうだから11月とかのお話し会はまだまだ行けるので、ぜひ取っちゃってください。
話すぞ話すぞ。お、おだちゃんさんタワーありがとうございます。インスタとかに上がっていた白い衣装はそうアンコールです。そうアンコールが曲が変わったので衣装も変わりました。ちょっとチョコを開封してみようと思います。お腹が空きました。ででんでんででんででんでんででん。坂上がりのあれちゃんの歌い方めちゃくちゃ良かったと思う。本当？じゃあ坂上がりさん難しいよ。意外と難しいんです。そんなよかった嬉しい。そう言ってもらえて。テープが剥がれん。こう強力なテープですね。英語リバーとか久々に食べる。うん。ダメだ。え、全然テープ取れないんだけど。よいしょ。じゃじゃーん、すごいすごい、え、やった、すごい、なになに、なんだ、うん、お、じゃあちょっとこのこれを食べてみたいと思います。いただきます。ちょっと溶けてる。うん、チョコインチョコ、
うん。うんふん。うんふん。すごい甘い。うんうん、濃厚濃厚、めっちゃ甘い。うんうん、うん、めっちゃ美味しい。濃厚で甘い、でもなんかすごい深みがある。感じ。え、おいしい、ゴディバ。え、やった、ありがとうございます。え、すごい元気出た。なんかカメラマンさんに感謝。え、マジ感謝です。髪の色いい感じ。そうなんですよ、ちょっと抜けてきて、なんかすごいいい感じ、めっちゃいい感じ。今の色が一番いい。食べたら目がパッチリした。え、本当に、てか今日すごい目パッチリしてる。なんだろう、今日は目力の日です。こんばんは。今日の右目かわいい。こっち？そうね、本当にめちゃくちゃまつげが上手にいったんですよ。ではこの髪型いいですね、ちょっとお気に入りかも。髪型めっちゃ可愛かった。お、よかった。今何時？今何時？劇場での髪型。そうです、今日はこれで劇場に出ました。22時53分。うん、もう11時か。ハーフツイン、そう、ハーフツインです。
というわけでね、もうすぐ11時になるので終わりにしたいと思います。ではランキングを読みます。13位マモ、大福さん、12位キュサトシアット給料泥棒さん、11位ダイヤモさん、10位ゼリーさん、9位マユシェ73さん、8位ヤスベイさん、7位お父さんアット埼玉さん、6位真珠イムさん、5位平さん、4位和田ちゃんアットあやね大福さん、3位スイカあやね大福あやね魂さん、2位ゆうたあやねちゃん大好き大福さん、1位バイユー、1位バイユー、ちょっとあれ名前が見えない。1位はバイユー、バイユーあやね大福さん、ありがとうございます。それではみんなおやすみ、バイバーイ、ありがとうございました。おやすみなさい、バイバーイ。バイバーイ。